パイナ五ナ5 5 7 1号と E シリーズ B ユニットの従連が牽引するプロスペクター号プロスペクターはデンバーリオグランデウェスタン鉄道が運行した夜行列車。プロスペクターはコロラド州デンバーとユタ州ソルトレイクシティを結び運行された夜行列車でありデンバーリオグランデウェスタン鉄道がシカゴバーリントンクイーンシー鉄道などと共に運行した大陸横断列車。 カリフォルニア・ゼファー同様、1930年代に開通したモハットトンネルを通る新線を経由した。ちなみに、コロラド州には多くの鉱山があり、列車名のプロスペクターは山市を意味する。列車番号は7.8が与えられた。プロスペクターの歴史は2期に分かれる。当初のプロスペクターは1941年から1942年にかけ運転され、 その車両はバッド車により製造された M-1、M-2 により編成されたステンレス構成の流線形のディーゼル動車だった。1941年11月17日から運転が開始されたが、この車両は故障が多くバッド車に変換され、1942年7月5日に運行停止になった。 戦後の1945年から1967年まで運転されたプロスペクターは従来通り客車を機関車で牽引した列車だった。1945年10月1日に運転が再開されたプロスペクターは重厚性客車を使用したものだったが、1950年には新たに製造された流線軽車両が導入された。 1950年から1953年にかけ、列車の西側の終点は、ソルトレークシティからオグデに延長されたが、最終的には1967年5月28日に廃止となった。ありがとうございます。